アルプス国家要塞、アルプス国家要塞、アルプス国家要塞,国家要塞とは第二次世界大戦末期にナチスドイツが最後の抵抗を行うためにドイツ南部に建設したという要塞地帯。しかしこれはプロパガンダ上のものであり実際には存在しなかった。第二次世界大戦が終盤に差し掛かりドイツは東のソ連軍、西の米英軍によって攻撃されていた。 しかし、米英軍の間に、アルプス地帯に、要塞地帯があり、ヒトラーとドイツ軍がそこにこもって、最後の抵抗を行う、という噂が流れ始めた。噂は、流れるにつれ、東はザルツブルク、西はスイス国境のボーデン湖に至る山岳地帯に建設されているという具体なものになってきた。1945年3月11日、 連合軍最高司令部情報部のストロング少将は、連合軍総司令官ドワイト・ D ・アイゼンハワー、元帥に、ボー暴ン湖南方のフェルト・キルヒ、インスブルック西のクフュタイン、ベルヒテス・ガーデンで大規模な地下工事が進められている。有力な武装親衛隊部隊がアルプスに、進軍中であり、ヒトラー、ヒムラー、ゲーリングといった要人もすでにアルプスに移っている、という報告書を提出した。 3月21日、オマール・ブラッドレー大将率いる第12軍集団は、ドイツの政治的軍事的機構がアルプスに移動したと判定し、ベルリン攻略の方針を放棄し、ドイツ中部を進軍して国家要塞へのドイツ軍流入を阻止するように進言した。総司令官、アイゼンハワー元帥は情報を受け取ると、アメリカ本国の陸軍参謀総長、 ジョージ C ・マーシャル県水に受心した。マーシャル参謀総長は、ベアボルフ部隊の存在も考慮し、ベルリン到達まで20万人の損害が出ると判定した。3月21日、マーシャル参謀総長は、敵の組織的抵抗地域の蘇生を防止することに主眼を置くべきであり、ソ連軍と接触して、友軍相打ちの不祥事を起こさない配慮を求めると、電報を送った。 アイゼンハワー元帥はこれをベルリンに向かわず国家要塞地帯に迎えという指示であると判定しベルリン進撃の中止を決定した。3月28日、アイゼンハワー元帥はベルリン回避を踏まえた新たな方針を決定しソビエト連邦指導者スターリンイギリスにいる連合軍副司令官アーサー・テッター大将第21軍集団司令部に連絡した。 この方針を受け取った第21軍集団のバーナード・モント・ゴメリー元帥は本国に連絡し、アラン・ブルーク陸軍参謀総長からウィンストン・チャーチル首相に伝えられた。イギリス側はアイゼンハワー元帥が合同参謀本部の頭越しにスターリンに打電したこと、ベルリンの放棄の方針、合意なしに方針を転換したことに激怒した。抗議のために訪れたブルーク参謀総長を見た。 マーシャル参謀総長は、私は、ゾッとした。ブルークは本気で怒っている。勝利を目前にしたこの時期に、米英市場で最悪の対立が発生するとは予想外でり、私は何もかも投げ出したい気分に襲われたと記録している。3月29日、ブルーク参謀総長は、統合参謀本部に、 角度と根拠が低い国家要塞情報を戦略決定の要素とみなす必要はないと、アイゼンハワー減水戦略を批判した伝文を送った。またこの日、チャーチル首相は、アイゼンハワー減水に直々に電話したが、ベルリンは、もはや重要な軍事目標ではありませんという返答を、絵のみであった。3月31日、チャーチル首相は、アイゼンハワー減水に電報を送り、 ベルリン攻略の重要性を訴えた。しかし間もなく、アメリカ統合参謀本部からブルーク参謀総長の電報への返事が届いた。統合参謀本部からの電報は、アイゼンハワー元帥の見解を支持し、ブルーク参謀総長の見解を一周するものであった。4月1日、チャーチルはルーズベルト大統領に神殿を送り、方針の転換を求めた。 しかしすでに病状が悪化していたルーズベルトは電報を見ず返事を出したのはマーシャル参謀総長であったため返電はアイゼンハワー元帥の見解を支持するものであった。同じ頃ソ連側からもベルリンはかつての戦略的重要性を喪失しているという内容の電報が届いた。アイゼンハワー元帥は自身の見解がソ連に盛りされていると喜んだがこれは 米英側より先にベルリンを攻略する方針を持つスターリンが、米英側を油断させる意図で送ったものだった。ここに至って、イギリス側も方針に固執することはできず、ベルリン回避は、米英軍の規定方針となった。米英軍の答進は、エルベ側までとなり、ベルリン攻略は、ソ連軍が行うことになった。4月15日、最高司令官命令により、 エルベ川に到着した米英軍は南北に進撃を開始し、翌16日にはソ連軍によるベルリン攻撃が始まったベルリンの戦い。3月25日、第6軍集団所属第7軍の情報部は幻想的で誇張されたという印象を受けるとしながらも、国家要塞には20万人から30万人の兵力が立てこもる予定であり、2月1日から、 国家要塞地帯に毎週補給列車が運行し、メッサーシミット戦闘機製作工場が地下に完成したという報告を行った。4月頃、ニューヨークでは、ヒトラーのアルプス要塞という本が売り出された。本の内容は、国家要塞は5年間の交戦を可能にする設計で、武装親衛隊4個、師団20万人が立てこもる、ヒトラーらは戦犯として裁かれるので、 最後まで要塞で戦うであろうというものであった。また、4月8日のニューヨークタイムズは、ベアボルフと国家要塞の存在を忘れるとき、連合軍は戦闘に勝って戦争に負けるという結果を招くだろうと警告した。4月10日、最高司令部連合情報委員会は、国家要塞に基礎を置く独軍戦略が存在することを示す。積極的な証拠はない。 ただし、独軍の交戦はヒトラーが死ぬか排除されるまでは終わらず、アルプスが最後の陣地に選ばれると見るのは論理的であるという報告を行った。国家要塞は当初ドイツ側に建設する予定はなく、単にプロパガンダ上のものであった。しかし戦況が悪化した九百四十四年十一月六日に、チロルイコールフォアールベルク帝国大韓国指導者、フランツホーファが、 京戦の根拠地として、要塞地帯の建設を定義した。ホーファーは、要塞側平時の取引材料になると考えていた。しかし、折からアルデンヌ反撃作戦の準備に追われていたドイツに要塞建設の広しはなく、ホーファーの提案は却下された。しかし、政府、軍の幹部がドイツ南部に疎開しようとする動きは常にあった。例えば4月13日。 日本の大島博中毒大使は、ドイツ外相を立ントロップと会談し、その模様を電報で日本に送った。この報告は、日本の外交電報を解読していた、連合軍にも知られていた可能性がある。1945年になると、国防軍最高司令部作戦部長、アルフレート・ヨードル大将は、心理的効果としての、 国家要塞に再注目し、4月12日にホッファーとヒトラーの面会を実現させた。ホッファーのアイデアに興味を持ったヒトラーは、4月17日に、軍事省時間のカールイコール夫をザウル、オホッファーと協議させた。しかしすでに、国家要塞地帯には、南北から連合国軍が迫っており、大規模な工場を作る余裕はすでに失われていた。ザウルが、 計画困難を報告したのは4月19日になってのことだった。4月20日の総統誕生日の後、ゲッペルスを除く閣僚と国防軍最高司令部、陸軍総司令部、空軍総司令部はベルリンから疎開した。また、ザウルも国家要塞建設を命令され、ベルリンを離れた。ヒトラー自身はベルリン以外で死ぬことを希望せず、 最後まで総統官邸の総統地下号から離れなかった。しかしいずれの組織の疎開先にも要塞地帯などはなく長く交戦を続けることはできなかった。ザウルも要塞地帯を建設することができず終戦を迎えた。アイゼンハワー元帥は著書ヨーロッパ十字軍でルールの後の当然の目標はベルリンであった。重力しかし私は熟慮の末、 ベルリンは連合軍にとって論理的または最も望ましい目標はないと判定したと回想しており首席補佐官ウォルター・ベディル・スミス中将はその熟慮が国会要塞ベアボルフ占領地域3月21日のブラッドレイ大将の意見そして決定的には3月21日のマーシャル参謀総長の伝報によるものだったと回想しているまた ブラッドレー大将は、要塞が、少数のナチ要人の無双の産物であったと知ったのは、戦争が終わった後であった。中略当時は、しかし、存在を信ずるにたる根拠があると思ったと思えしている。ブルーク参謀総長は、戦後、国家要塞は完全な敵型のデマであり、それは、我が家軍情報部が看破して、最高司令官にも通報した。ベアボルフもほとんどが、 ドイツ側の宣伝である。中略もし、これらの問題を基礎にして、ベルリン進撃を中止したとすれば、アイゼンハワーの責任は重い。ドイツ側の暴略に乗せられ、かつ、自身の任務外である政治的配慮にのめり込みすぎて、かえって戦後世界に、重大な悪影響を与える結果になったからだ。オーデル側からエルベ側まで、約80マイルを、ソ連軍に任せ、彼らに、 実質的な対読勝利者の地位を与えてしまったと非難している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。